トミート。どうも、アトリちゃんでございますけども、さあ今日はね、はい、こちら、ガンダルフの庭の伊藤サンタです。はい、同級生、元同級生なんですけど、筑波の友っていうやつかね。ですね。うん、今日はですね、こう山の達人のサンタ君とですね、こう小太りのアトリちゃんとですね、さあ山菜を取っていこうと。餃子ニンニク、ね。餃子ニンニク。うん、で。1時間でどちらが多く取れるかというね、この達人とね、達人とこの僕のこの国道沿いの俺が勝負ですよ。まあ、あのバトルだからって、うん、取りすぎないのをちょっと、ね、ですね、うんうん、取りすぎず、うん、やっていこうかなと思ってます。餃子ニンニクはね、あの根っこを残さないとね、根っこを残さないと次、来年生えてきませんので、そこら辺もね、気を使ってやりたいと思います。はい。じゃあ早速、山に入ってこう。行ってみよう。まだ雪が残っておりますけども、ね、これぐらいじゃないと北海道はね、山菜が取れないんだよ。本当に。ね、熊もね、出るよ。ちゃんとね。ちゃんと熊も出ますよ、ここは。よし、待ってろよ、餃子ニンニク。本当に根こそぎはいけないからね。上だけ行くよ。うん、上だけね。と行きますよ。行こう行こう。し、おい。不法投棄良くない、ついでですけど、不法投棄良くない、ウルスマージだね、これ。誰だよ、捨ててんの。だく、もう嫁ちゃん捨てるときはここだな。おいし、よいしょ、こっちか、よいしょ、おいおい、よいしょ、よいしょ、おい、なんかね、こう山に来てまず下るっていうね、まず下ってそこに行くっていうのはね、あれなんだけど、これ。熊が来てもね、ちゃんとあの倒し方知ってますから、僕は。まずはね、背中を向けて逃げます。熊の対処法としては、まずですね、まず背を向けてちょっと走りますね。で、熊がこう襲いかかってくるような感じの時、こっからの方が早いかね。なんか道あるけど、行ってないけどね。こう行ってこうなるよね、いつもね。うん、こっちから行ってみる。行ってみるか。うん、さあ、行ったことない道に、なんかね、こう熊が通った道、獣道がありますんで、ちょっといつもね、こう折り返すんで、ちょっとショートカット測ってます。はい。あ、とても歩きやすいとても歩きやすい道ができてる。これはもしかして北電のね、北電の方の道でしょうか、作ったね。ちょっと新しい道ができてるんでね、あの電気代払ってるんでね、こういう道をちょっと利用させてもらおうかなと思っておりますけども。おお、すごい道、なんだこれ。こうしてあのヘンゼルとグレーテルはいなくなったよ。うんうん、よしよし、さて、おっとっとっと、おっと、これはカメラ持ちながらきついかな。よし、あ、階段があるじゃん。お、なんだこれ、すごい、あれ、これは確実に人が来てるね。もうありそうだよ、もう。
ここにありそうだよ。ちょっと見ていこうか、これ。よし。まだ来たことがない道を歩く。ね。この小川もできてる。うん。あ、いた。あ、いた。おい、どこへ。一人になったかと思った。さてさて。あ、橋があるよ、サンタ君。サンタ君、橋が。これはラッキーだよ。ほら、これはいい選択だったんじゃないか、これは。これはいい。これはグッドセレクションだよ、これ。クニ君、クニ君じゃない。これはいいね。わ、いつもこの川をどう渡るかでね、結構かかる。うん、どうしようかどうしようかってね、うん、かかっちゃうから。よし、ここで落ちたらおしまいだな。ここやばいぞ、これ。よし、サンタ君から行く。そうそう、サンタ君から行ってみようか。どうしようか、これ。最初の一歩が結構ちょっとね、ヒントしてついてないもんね。うん、まあでも向こうよりいいんじゃない。まあね、向こうここじゃなくて。そうね。よーし、まあ、プロから行った方がいいな、こういうのはな。プロどうやって渡るんだろう。ほうほうほう、なるほどね。よしよしよし、行くぞ。取る？もしかしたら落ちるかもしれないな、これ。よし、よし、行きますよ。よし、よっ、キュッ、パーッ。あ、やばい。おっと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 、よし、よし、帰りもある。帰りの方が危険、これ。帰り危険だね。よし、これはラッキーだったね。あ、鉄塔に来る、やっぱ北電のやつだね、これ。あ、そうね。うん、鉄塔に行きたいよ、これ。じゃあ、ここから勝負する。ここから始める。うん、向こう。じゃあ、ここ集合ポイント。そうだね。よし、ちょっとここ八重地とする。